としたなっていうのが一番の思いです。今日は、1位で指名されて、星も2位で指名されて、そこから、長い時間が経ったので、ドキドキしながら、ハラハラしながら待っていました。でも本当に指名していただいてありがたいというか、2人とも本当にいい投手なので、いつか勝負できるように、またその時は打てるように頑張りたいなと思います。高校、大学の先輩がいますので、そういう人たちと対戦したいなと思います。勝負強くて、筒香選手のような選手になりたいと思います。今年の春の方のリーグ戦、最後彼、怪我をして出られない試合が何試合かあったんですけれども、その時に彼のユニフォームは選手職に必ず持ってきて、でまあ頑張ります。まあ、それが彼の、選手たちが彼に思っている気持ちだと思うんですね。ですから、まあそれは彼の一つの力でもあると思いますから、そういう効果なんですかね、彼の力を今度はプロで発揮してもらえればと思っています。そうですね。DeNA ベイスターズが佐野のいいところを見て評価していただいて、指名していただいて本当にありがたく思ってます。そうですね、バットがこう強く振れるっていうのが彼の特徴なんで、ただ、とても厳しい世界に、乗り込んでいくわけで、キャンプまでもっともっと練習して、しっかりもっともっと振れるようになって、キャンプを迎えてもらいたいと思います。本当に厳しい世界に進むと自分でも分かっていますし、今よりもっともっとレベルアップをして勝負の世界に入りたいなと思います。まず中学校まで岡山で、暮らして、家族周りの人たちに伝えられて、高校から広島で寮生活をしたいんですけど、野球を始めたきっかけである岡山のみんなにも恩返しできるように頑張りたいなと思って、野村さんはちょっと中学生の頃から憧れていましたし、広陵明治大学に行きたいと思うのも野村さんの背中を追いかけてきたので、対戦したいですし、素晴らしい投手ですので、